ではお疲れ様です。お疲れ様です、まあ、リーグ戦は、およそ1ヶ月ぶりの再開ということになりますけども、まあ、そのリーグ戦に向けては、どのような感触でしょうか。まあ、ちょっとリーグ戦こう再開まで期間が空きましたけど、あのその間の国体の予選もあったり、あのチームとしてはしっかり動けてましたし、また国体の戦でまだ、まあ、いい結果を残せたので、あのチームとしても、またいい状態で、今週のリーグ戦に戻れるかなと思います。その国体の予選でも、はい、いい結果というか、もういいゴール2本、ね、そうですね、あの、まあ、結果的にはそういう形になりましたけど、他にも、チームとして何本も入ってもおかしくないようなチャンスもたくさん作れましたし、あとはそれをしっかり決めるだけっていうところだったので、まあ、僕個人としてはまあフリーキック2本決めれたので、まあ、リーグ戦でもしっかり決めて、また勝利に貢献できるように、やっていきたいなと思います。リーグ戦のまあ前半振り返ると、結構こう波のあるシーズンかなと思うんですけども。そうですね、まあ、僕今年4年目になるんですけど、こういう状況とか経験もこのチームでは初めてですし、ただ下ばっかり向くんじゃなくて、いい面もたくさんあるし、課題というか修正しなきゃいけない部分は、これまで以上というか初めてぐらい、チーム全体で話し合えてきたと思っているので、その期間っていうのをこの無駄じゃなかったっていうものを後半戦結果として証明していけたらなと思います。で、まあ、あさって、はい、リーグ再開の大分戦に向けて、意気込みをお願いします。九州でのアウェーっていうのは、まあ、チームとしてもあまり、JFL 参入してからあまり成績も、そんなに良くない中で、また一つ FC 大阪として試されている部分もあると思いますし、遠くでもいつも駆けつけてくれるサポーターの方たちもいるので、また大阪からも皆さん声援を送ってくださっているので、そういう方たちのためにもしっかり勝ち点3というものを大阪に持ち帰っていきたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございました。